皆さんこんにちは今回は昭和の戦前最初の部分ですね確認テスト見ていこうと思いますはいそれでは四角の一番過去の一見ていきましょうえまずは千九百二十七年片岡直春ですね直春大蔵大臣増床の出現から金融恐慌が発生します 金融強行っていうのは、まあ、これをね、えー、銀行中心に取り付け騒ぎが起こってなんて話なんだけどこれを金融強行と呼ぶわけだけどそれを収束するため田中義一内閣なんとか小倉大臣は3週間のなんとかと日銀からの非常貸し出しということで乗り切ろうとした、ねまあ、実際にこれで乗り切るわけですまずは若槻内閣がこれ対銀救済緊急直故令案拒否されてしまうところも確認しておいてください、まあ、ここ大倉大臣は高橋小れ今日3週間のモラトリアムというところです 金融恐慌を収束するという話なんだよというところ、全体図をしっかり押さえてね、この後昭和恐慌とか、その前の震災恐慌とかありますから、あくまでもこれは金融恐慌のところの話ということで、しっかり押さえてください。はい、括弧の2番に参りましょう。 金融恐慌で倒産した鈴木商店に対する巨額の不良債権を抱えたあが休業に追い込まれたため第一次若月礼二郎内閣は救済案をどこどこに提出したとありますねうん、金融恐慌の話まずはこれ鈴木商店にお金を貸していた不良債権となってしまった対話銀行これが政府系の特殊銀行だったというところになりますそして若月礼二郎内閣は救済案をどこどこにうんなんとかに提出ですからその提出された先住みついんですね住みついんですね まあどんな救済案でしたっけ台湾銀行救済緊急直令案ということだったんですけどこれが拒否されてしまったなんでかっていうと、まあ、この対銀救済緊急直令案そのものの拒否そのものに対する、まあ、ダメ出しではなくてしかしウ外相の、ねまあ、入れちゃう重原喜十郎外務大臣の協調外交に不満を抱いていたそこで枢密院がこれを拒否するという形になりました。具体的に、この原紀十郎の協調外交なんだっけその 不満を抱かれた中身、具体例としては、これが省会席の黒罰に対する不干渉政策ということだった。まあこれが気に加えないというのもあって、この内閣、市出原紀十郎外務大臣、若月玲次郎、総理大臣の内閣が対禁救済緊急直令案拒否ということで、結果的には潰されてしまうという流れになったわけです。はい、括弧の三番いきましょう。 中国では1920年代後半に「アが率いる国民革命軍が北伐を行っていた、うん、これに「不干渉」なんていうとこで若槻内閣が金融強行の際に倒れるということになったよね逆に田中義一内閣はこれに対する干渉の、まあ、出兵をするわけです。まずはこれ「北伐を行っていた蒋介石ね」ね蒋介石の北伐に対する不干渉がこの前のとこの話そして田中義一それで人権外務大臣は満州軍閥のイを「意」を示し三度にわたる「う」を行った。 うん、ここで張作林を支援して3回にわたって3党出兵第1次3党出兵第2次3党出兵第3次3党出兵というのを行いましたしかし、まあ、その張作林が蒋介石の国民革命軍に最終的に敗れることになりますそうすると A 軍が独断で法典郊外でいですね張作林を爆殺する事件、まあ、いわゆる張作林爆殺事件満州某重大事件が何とか軍によっていうことで関東軍 まあ、日本のまあ天皇や内閣の命令でやったとかではなくて、まあ関東軍。まあ、中心は河本大作という人物がいたんですが、こんな人が中心となって、こんな事件を起こしたというところになります。ちょっとこれも長いですから、一回ね、文章をだーっともう一回埋めながら。読んでみるということをしながら、次に進むといいと思います。はい、それでは続いて括弧の四番です。 これもね結構大事なところ言葉難しめになってくるかもしれないけれどもやっぱり読みながらね入れながら練習をしていってくださいいきましょう「あ内閣は金解金を実施するとともに」なんてあります金解金を実施した内閣ということでまず「あ」には浜口おさちが入りますね浜口おさちで「緊縮財政で物価の引き下げを図り」と書いてあります。この浜口ち内閣ちなみに大倉大臣は誰でしたっけ井上純之助 その井上財政の、まあ、3つの大きな柱があって1つが金解金1つが金,、えー、金縮財政もう1つが産業の合理化産業合理化ということなんだよね。で、まあ、その井のところに産業合理化これで外国が安くていいものを日本に持ってきても負けないように国際競争力を強くしようとした。しかしか円高による国解禁 まあ円高にすると日本は景気は悪くなってしまうんだよね輸出が減るという意味でそして世界恐慌というのが日本に波及する影響する、まあ、これが重なる形で日本は深刻な不況になってしまった、まあ、そのうにはその深刻な不況の名前を入れてくれということですから昭和恐慌というのが入るわけです整理すると浜口内閣井上順之介大蔵大臣は金解金金縮財政産業合理化なんていうことを進めたということになります。 はい、それでは四角の二番括弧の一から見ていきます。一ですね、千九百二十八年の総選挙で、無賛政党員が八名当選しました。まあ労働者とかを守るような、そんな政党から八名当選。これを受けて、四次 A. ですね。千九百二十八年総選挙直後に。共産党弾圧事件。こういった共産党といった勢力が大きくなるのはけしからんということで。何をしますか。三一号事件。 3月15日に全国の共産党なんかをいわゆるこれガサ入れみたいな形でね捜索をして次々と刑事を逮捕やっていっちゃいます。そして B この翌年にもう一回行われた共産党弾圧事件315事件の翌416事件ね。事事件件の翌 それから、C ですね。一九二十八年、緊急直令によって最高刑が死刑に改正された法律。これは何ですかというところ。うん、ちょうどこの三一号、日本一六、その間ぐらいになりますね。治安維持法を改正、治安維持法を改正。でこの治安維持法を改正して、それまではまあ最高刑が懲役十年というところだったんだけれども、最高刑が死刑ということになりました。まあ、こんなわけで、まあ、解悪と呼んでもいいかもしれませんけどね。 こう治安持法改正でより共産党なんかを厳しく弾圧するようにした上で、その前後三一五事件、四一六事件なんかでこの直接的な弾圧なんかも行っていると、そしてこれが田中義一内閣なんだということも確認しておきましょう。はい、続いて括弧の二番見ていきます。えー、金会見について以下の問いに答えなさい。 1930年に金解禁を行った蔵書大倉大臣内閣は浜口助太内閣でで大倉大臣はこれ井上淳之助井上淳之助の助の時間で注意してくださいそして B 金解禁について述べた次の文の空欄に当たる文章としてただもの。金解禁まあ金輸出解禁の略ですけどこれにより何とか1番金本院制をまずやめたのか復帰したのかうん結論としては金本院制に復帰した 金本位制に戻したということで、これバツしてみましょうか。よしね、えー、バツしてみましょうか。要はまず金本位制に1897年明治時代しました。だけど20年経って1917年第一次世界大戦の最中金本位制は一応ストップやめてました。でここ1930年にこの金本位制に戻したんですよね。為替相場を安定させて貿易を促進しようとした。というわけで為替相場円とドルの 交換レートみたいなやつを安定するには固定変動もちろん固定の方がいいですよねというわけで3番金本位制に復帰し固定相場制に移行というふうな形ですねこれで答え3番ということになりますまあ、どういう目的でこのそもそも金解決をしたのか 円とドルの交換レートを合わせたりする。まあ、ずっと同じでね交換されるようにすることで貿易が安定的に行われる促進されるようにしようとしたこれが金解金だったってことを考えるといけるかなでもどうでしょうおめたちがああもうやだ」みたいなねもうとりあえず答え見ようみたいなねそんな人いなかったでしょうかとりあえずここはしっかり考えるということ重要これ忘れないようにお願いしますね。 はいそれでは四角の3番ですね正誤問題を見ていくことにします行きましょう少々初期の日本経済について述べた分正しいものが1つと間違っているものが3つになります1番金融強行の際しモラトリアム支払い猶予令が発せられたが強行は鎮静化しなかったうんこれはどうでしょうか単語だけを覚えるとかじゃなくてちゃんと何でどうなったかっていうのを考えていくとバツにできるよね金融強行はモラトリアムと日銀非常貸し出しで収束したわけですから 収まった強行が収まったわけですから沈静化しなかったというところがおかしいよねというふうに考えたいですか単語だけを一問一答で穴埋めするんじゃなくてそれで何がどうなったのかというところを抑えるという勉強をしていかないと絶対点取れないし逆にそれができればほぼどんな問題でも解けちゃいますからここ結構大きな分かれ目ねターニングポイントね。2番、えー、鈴木商店が経営破綻しこれに巨額の融資を行っていた台湾銀行が経営危機に陥った。うん 結論としては「丸ということ鈴木商店が潰れたここにお金を貸していた台湾銀行もやばくなっちゃったということで答えは2番これで終わっちゃだめだよ3番4番なんで×なのかを一個一個確認するよ3番首相総理大臣の失言をきっかけに銀行への取り付け騒ぎが起こり昭和恐慌が始まったうんこれはどっちかっていうと単語ですけどねただ単語の説明でも引っかかりませんようにお願いいたします3番はなんで 首相の失言をきっかけに銀行の取り付け騒ぎ、まあここで罰にしておしまいでもいいかもしれませんね。銀行への取り付け騒ぎというのが出てくるのは、例のこれ、えっ、ー、と銀行が潰れましたなんて大蔵大臣が片岡直弼が言っちゃった、そんな話なんだよね。大蔵大臣片岡直弼ですから首相じゃなくて大蔵大臣なら増首相だから罰。かつそれをきっかけに起こったのは銀行とかが潰れまくる、ほら銀行とかっつうのは金融機関だよね。 その金融機関中心に起こった強行ということで昭和強行じゃなくて金融強行だからバツというところで3番はバツバツですね4番浜口を幸内閣が断行した金貨禁金融出解禁の結果まず浜口内閣で金解禁が行われたのいいね輸出が増大して景気が回復じゃないぜってちゃんと罰んできただって金解禁なんかからまあ国外のね強行が日本に影響したのもありますけど結局昭和強行になっちゃったから これでで景気が良くなったわけではありませんもちろん景気をよくしようとしたんだけどね細かい話をすると実は金解金を円高で行ったっていうことがあってまあちょっと中身難しくなっちゃうんだけど円高で金解金金解金にもやり方がいくつかあるんだけどやり方によっては別の結果になり得るんだけど円高で金解金をする、まあ、円高に変えるっていうことを言うんですけどそうすると輸出がこれ増大ではなくて減っちゃうんですね。輸出がまあ減少 輸出が減ってしまう輸出が減るということは日本が物を売ってお金もらう儲かるのが減っちゃうから日本はこれあんまり儲かんなくなっちゃう、ね、逆に輸入が増える形でお金が出ていくばっかりになってしまうということなんだよね。まあ、金解金を円高のレートに変えるというふうな形でやったので景気は逆にマイナスの方向に行ってしまいで世界恐慌の影響なんかも受けて昭和恐慌に。まあ、その細かいところまで分かってなかったとしてもおかしいな。 禁解禁で景気が良くなななったたんて聞いいことないぞむしろ昭和恐慌ということで景気は悪くなったはずだと判断できるようにはしたい。ということで正しいものは2番ただねこれまですごくいい問題というかこの辺りはすんごく頻度が高いところで出されるとしてこういう正誤問題で出されることがすごく多いところなのねちょっと難しいと思うかもしれないけどこの1234すごくいい問題なので何で×なのか。 ちゃんと自分の頭で判断できるように練習を怠らないようにしてみると一気にみんなが苦手でしているところで点数稼げて、ね、もうどにでも、ね、好きなんですと何でもいらっしゃいとね、えー、好きなものが手に入る大学の合格もねそれから学校の一番の地位もみんな手に入っていくんじゃないかなここ大きなポイントになってきますので何度も言います。単語を暗記するんじゃなくて このの結果どううなったのかというねちょっと文章の部分みたいな感じですけど金解金をしたらこうなったみたいなね出の首相ごめのサイズ、大倉大臣の出現からこうなったみたいなねそういったところを意識するようにここは特にそれが重要なところなんだよということになります。<music> ははい、といいとととととうここここで、こののたりね、ちょっっ経済のところはややこしかったかなと思います。そして経済と政治が複雑に絡み合ったりもしますからこうやって一回講義を聞いてもらった後、実際にね、学校で使っている教科書とかがあればもう一回そこの部分を読んでみる、まあ、読むだけだったら多分1分2分でね、読めるんじゃないかなと思います。 何も勉強しないまま読んでもなんじゃこりゃと分からんぞとなったかもしれないけどこの講義を聞いいいた後にに読むととん意味は分かかるるようになななじゃないかなと思いますその文章を読むとまたね点数もグッとアップにつながると思うのでぜひぜひここだけじゃないんだけどこういう難しいところ経済のところは特にね教科書を6回読んでみるというのをぜひやってみてください。